ばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、2夜連続ですが、今日もちょっと喋りたいと思います。昨日は、ライブハウスについて、ちょっと自分の夢も含めて話をしましたが、今日はちょっと配信ライブの、ことで、話をしたいなと思います。以前も、告知してましたけども、11月14日に、プラチナ食堂さんをお借りして、配信ライブをしたいと思います。前回、1回やりましたが、YouTube でね、無料で、ライブ動画を、上げました。まあ、今回もそんな同じような形でね、ライブ動画を上げたいと思います。場所も、プラチナ食堂さんの、ご好意で、借りることができましたので、成功させたいなとは思っております。生ライブでね、配信して、まあ、後からも見れるようには、したいと思いますので、時間が合わない方も安心して見てください。これは本当に配信のメリットだと思うんですよ。ライブハウスに行って生で見るっていうのは、まあ、迫力があって音も良くて、ライブ感をねもう体感できますから、それはいいと思うんですけれども、その分ね後から見ることできませんので、まあ、配信の良さというのは後から自由に見れるっていうところではないかなと思います。ですので、その配信の良さを、皆さんも活かして、見てほしいなと思ってます。ですね、先日マーキュリーでライブしまして、その時あの配信のプロの、オペレーターの方がついてました。少しお話しさせてもらったんですけどね、やはりあの機材、きちんとした機材で、あのカメラもね良かったです。ビデオカメラとかではなくて、あの一眼レフのカメラですね。あの前から話は聞いてたんですけど、一眼レフの方があの画質がいいんで、それで撮って、音は別で撮ってっていうので配信すると綺麗に撮れるという話は聞いてたんですが、今俺がやってるこれはもうビデオカメラでやってますんで、音も一色単位撮ってますが、あのそれはまあ、 あの素人なので、まあ、その辺はあの勘弁してください。やっぱり思ったのがね、持ちは持ちや、プロはプロですね。やっぱり映像の、プロの方がつくと、その出来上がってくる映像がすごいいいですね。ライブやっててちょうどね、俺らから見て右側の壁にそのやってる、最中の、そのツイキャスで上がってる、その映像が映ってたんですけども、こうやりながら見ててもかっこいいな、かっこいいなと思いながらやってました。これは本物よりかっこよく撮れてるなと思って、ちょっと感心してました。やっぱりプロのセンスは違いますので、まあ、本格的な配信ライブをね、お金を取ってきちんとやろうっていう時は必ずプロに頼もうと思いました。まあ、無料でね上げて、まあ、コンセプトとしては、日月真嗣が所属するバンド、もしくは日月真嗣のソロプラス、一バンド、どこかを呼んできてやりたいなと思ってます。前回は日月誠二がオープニングアクトでした。まあ、次やる時も日月誠二オープニングアクトになりますが、まあ、その時も言ってますけども、日月誠二がオペレーターやってくれてますので、出演も、ちょっとだけお願いしたということになってます。まあ、ケセイジでね、お願いしてたんですけど、ケセイジはちょっとダメだったみたいで、残念なんですけどね。まあ、ということで、まあ、手作りで、そこはやっていきたいなと思ってます。ですので、できる範囲も限られてますし、まあ、もちろんあのカメラで追っかけながらかっこよく切り替えてっていうのはちょっとできないかと思うんですけども、まあ、それでもあの無料で、みんなに見てほしいなというのは、こだわりで思ってます。やっぱりライブハウスその場にいて、チケットを買ってもらって入ってもらっあのチケット買ってあのライブハウス入ってもらって、それでライブを見るっていうところに、対価っていうのは必ず必要だと思うんで、それはチケット代買って、払ってちゃんと入ってください。チケット買ってください。それは俺はいつも思ってることなんですけども、まあ、今回の、配信っていうことに関しては、ライブができない分、みんなに広く見てもらおうっていう、そういう趣旨で思ってますので、そこに、お金を取って、俺たちを見ろということではなく、こんなライブやってます、またコロナが明けたらライブハウス来てねっていう、まあ、そんな、意味合いで、やってますんで、だから無料にしたいなとは思ってます。ですので、
まあ、あのプロのオペレートを雇ったりとかそういうこともできませんし、機材を揃えたりとかはできません、ですのでちょっと手作り感がある感じの、配信にはなると思うんですけども、そういう意味で、あの無料で、手作りでやると決めました。まあ、あの月1ペースぐらいでね、ぼちぼちとやっていきたいなとは思ってます。それでね、その、動画配信の名前を勝手に決めました。ハケノオカミのメンバーにも相談せず勝手に、決めてこれでいくっていうことで言ったんですけれども、あの幻想夜会というイベントをね、日月真嗣主催で、去年やりまして、今年はできなかったんで、前回の動画配信は、一応幻想夜会明けの狼編ということで、幻想夜会の名前を、つけてやったんですけども、まあ、せっかくなので、幻想夜会を、さらに広めようと思います、ですので、電脳幻想夜会という名前をつけましたので、ちょっと語呂がね、あの韻を踏んでて電脳幻想、まあ、そこの辺で韻を踏んでていいんじゃないかと一人で勝手に思ってますけれども、電脳幻想夜会ということで、そのシリーズでしばらくやっていきたいと思います。これは YouTube で無料配信で、手作りでやるという、そういう趣旨でやりたいと思います。ですね、月1ぐらいで2バンドでと思ってますんで、またあのいろんなバンドに、まずあの身近なバンドにね、声をかけて、一緒にやっていきたいなと思ってます。まあ、本当にね、ライブがまだまだ、生で見たりとかライブハウスにみんなで、行って盛り上がるっていうのが世の中的に、ちょっと難しい状況にあると思います。本当にね、やる人も見る人も、まあ、もちろんあのコロナだコロナだって言って騒いでる人も、まあ、あの悪意があってやってるわけでもないですし、みんな、しっかりと病気と戦おうという意思で、やってることなので、まあ、誰を責めるということもできませんので、うん、まあ、かといって歩みを止めるのも嫌なので、それならば一層、どこでも見れる、配信ライブっていうのをね、定期的に、ある程度定期的にね、お届けしたいなと思って、考えた次第です。だからまあ、 あの状況が改善したら、実際のライブの方にね、来てもらえる、まあ、そのための下準備っていう意味も、考えてます。逆手にとってね、何でもプラスで、プラス思考でいかないといけないなと思ってますので、ぜひね、配信ライブの方も、応援よろしくお願いします。今日もちょっとダラダラと長く喋ってしまいましたが、はい、話は短くっていうのがね、モットーだとは思うんですけども、まあ、ちょっといろいろライブがあっての直後なんで思うこともたくさんあったので長く喋らせてもらいました。それでは配信ライブ、電脳幻想夜会も、ぜひ皆さんお楽しみに。それではバイバイ。